16番を一度に塗りしていきます、はい、色を重ねるのである程度ムラがあっても大丈夫です。はい、硬化します。はい、56と265と267、270を使っていきます。でお好きな色から乗せていただいて大丈夫です。はい、ランダムに乗せていきます。全面を見る感じですね。結構ランダムに、はい、ランダムに置いちゃって大丈夫、はい、大丈夫です。ちょっと桜をちょっとぼかすんですね。はい、一度ぼかしていきます。スパチュラですね。スパチュラで、はい、4等分ぐらいしてもらって、まあ、3分割でもいいし4でもいいんですけど、はい、ギザギザに、これ結構力入れてるんですか？そうですね、はい。銀色のラメを使って、このところに入れたいだけなので、これで硬化します。はい。はい。こっちですね。巻こうとしてもらって硬化します。していきます。